お私のこの左の方にあるあざの由来を話せというのですかお話しいたしましょう。 いかにもあなたの推定されたとおり生まれつきにできたあざではなくて後天的にいわば人工的に作られたものです俺はある男の暴力によって作られたものですが皮下出血のためにこのとおり黒身がかったものとなりましたもう3年になりますけれど少しもうつらいでいきません 何コウモリの形に似ていますって私の名は安スではありませんよ原野灘の正宅に比べるとこの法医学教室は殺風景すぎます余談はさておきこのあざの由来を物語るにはどういう動機で私が法医学を専攻するようになったかということからお話ししなければなりません しかし、その動機をお話しするとなると、自然私の弱点をもお話しせねばなりませんが、一旦お話しすると申し上げた以上、思い切って言うことにします。一口に言えば、私が法医学を選んだのは、私のサジズム的な心を満足せしめるためだったのです。 おや、そんなに目を丸くしないでもよろしい。別にあなたを切りも針もいたしませんから、ご安心なさい。サジズムは程度の差こそあれ、誰にでもあるものです。自分で言うのは当てにならぬかもしれませんが、私のは常人よりも少し強いくらいのものでした。しかし、このあざをこしらえてからは、 不思議にも私のサジズムは薄らいでいきました。それはとにかく私は小さい自分から他の子供と比較して幾分か残忍性が強かったように思います。他人が肉体的精神的に苦しむ姿を見て気の毒に思うよりもむしろ愉快に思ったことは確かです。 しかしそれかといって自分で直接他人に苦痛を与えることはあまり好まなかったのです代々農業に従事しておりましたが中学校を卒業した時私は何ということなく医者になってみたかったのでその頃の第三部の試験を受けて合格しました それから高等学校を無事に卒業し、大学へ入るに至って、初めて医学を治めることに多大の満足を感じました。すなわち、解剖学実習室で死体を解剖するようになってから、言うに言えぬ愉快を覚え始めたのです。 鋭いメスの先で一本一本神経を掘り出していく時の食感内臓に糖を入れる時の手応えに私は酔うほどの悦楽を催し後には解剖学実習室が私にとってパラダイスとなりました多くの学生は解剖実習を嫌います それは死体を扱うことに不快を覚えるというよりもむしろ面倒くさいためでありますけれど私はできることなら一年中ぶっ通しでもよいから実習室に入っていたいと思いましたかれこれするうちに私は死体というものに一種の強い愛着の念を覚えるに至りました老若男女問わず 死体でさえあれば、それに接するのが楽しくなったのです。妙な話ですが、例えば美しい女を見るとします。すると私は、その女の生きた肉体に触れることよりも、その女を死体としてその冷たい皮膚に触れたならば、どんなに楽しいかと思いました。さらに、 その死体の冷たい皮膚にメスを当てたならば、なお一層嬉うれしいだろうと想像したものです。と言って、別にその女を殺そうという気には決してならなかったのです。それのみか、人を殺した人間に対しては、計り知れぬ憎悪の念を抱きました。そうして、 さような人間をばあくまで苦しめてやりたいという衝動に駆られましたこれがすなわち私をして法医学を志めるに至った重大な動機なのですすなわち法医学では死体を取り扱うことができると同時に鑑定によって犯人の逮捕を助けることができしたがって 犯人を精神的に苦しめることができるからであります。いやあ、全く変な動機もあればあるもので、現婚の法医学者中、私と同じような動機で法医学を志した者は、私以外には一人もないだろうと思っております。サジズムを持った人間は、通常、血を見ることを非常に好むと言われておりますが、 私は特に血を見ることを好むというほどではありませんでした。もっともここでいう血なるものは生きた体すなわち温かい体から流れ出る血を言うのでありますが死体から出る血に対してはどちらかというと快感を覚えました。しかしその色を見て愉快に思うというよりも むしろネバネバした食感に心を惹かれるのでした。もっとも血液に触れた時よりも組織にメスを切り込む方がはるかに愉快でして、そのため私の死体解剖はどちらかというと丁寧すぎるほど丁寧なものでした。したがって一面から言えば 法医学的鑑定には比較的成功したと言ってよろしく私の鑑定のみで犯人が逮捕されるに至ったという例は決して少なくはありませんでした、2. ところがご承知の通りたとえ どんなに完全に殺人死体の法医学的鑑定が行われなおまた極めて有力な犯人容疑者が逮捕されてもいわゆる直接証拠のない場合にはその容疑者が自白しない限り彼を罰することができないのであります死体解剖を行う時私は勤めて虚心平気になろうと心がけましたが メスを当てるときの快感を払いのけることができぬと等しくこの死体を作った人間すなわちその殺人犯人を何とかして一刻も早く官犬の手に逮捕させたいという欲望を打ち消すことができませんでしたことに有力な容疑者が挙げられたときは一刻も早く彼を白状せしめたいものだと 人知れず焦燥の念に駆られるのでしたこういう経験を度々した結果私は直接証拠の出ない場合に何とかしていわば法院学的に犯人の自白を促す方法はないものかとしきりに考えるようになりました千年ぶっ越したニューヨーク警察の名探偵バーンスはかような場合 犯人の急所をつくような尋問をしていわば一種の精神的拷問を行い巧みに犯人を自白せしめる方法を工夫しいわゆるサード・デグリーと称して今でもアメリカの警察ではしきりに行われておりますがサジズムを持った私はサード・デグリーにすこぶる興味を持ち 法医学の立場からこれと同じような方法を工夫し、犯人に苦痛と恐怖等を与えて自白せしめるようにしたいものだと、いろいろ考えてみたのであります。現今の犯罪学者は、口を揃えて拷問ということを排斥しております。 たとえそれが精神的拷問であってもやはり絶対に割くべきものであっとも拷問ということは無個のものを有罪とし有罪のものを無個にするからいけないというのが主要な論拠でありまして従ってグロースやミュンスター・ベルヒの考案した心理試験をも拷問と同じだからいけないと批評しておりますが もし容疑者が真犯人であったならば大いに精神的苦痛を与えてやらねばならぬと私は考えたのでありますつまり真犯人が容疑者となっておる場合には精神的拷問はかくべからざるものだと思いましたしかし真犯人が果たして容疑者となっているか否かということは 元よりり誰にも分かりません。そこで私は容疑者が真犯人である場合にのみ精神的拷問となり真犯人でない場合には同じ方法を講じても少しも精神的拷問にならぬという手段を発見しなくてはならぬと思いましたところが実行の結果 ここのの問題は比較的容易に解決されることを知ったのであります。第一に私は殺された死体を法医学教室で直接容疑者に見せてその時に容疑者に起こる生理的変化を観察してはどうだろうかと考えましたご承知の通り人を殺した者はその死体を非常に見たがるものです。 しかも死体を見ると一種の恐怖と不安等を覚えますから当然心臓の拍動数や呼吸の数が増加するはずです。でそれらのものを測定器によって計測したならばある程度まで犯人か否かを発見することができるばかりでなくじっと死体を見つめていると今にもその死体が息を吹き返して ちょうどポーの小説に書かれてあるように「貴様が犯人だ」と叫びはしないかという恐怖に襲われますから時にはそれがためにその場で自白をするに違いありませんこれに反して容疑者が真犯人でなかったならばたとえ死体を見て1週間心臓の鼓動が激しくなっても決して恐怖心を起こしませんから ミュンスターベルヒの心理試験とは違って、無効の者のを有罪にする憂いは決してないはずであります。ミュンスターベルヒの方法は、強行に関係した言葉を容疑者に聞かしめてその反応を見るのですが、数々の言葉の中には、真犯人でない人を興奮させるものもありましょうから、語尾に陥りやすい道理です。 そこで私は司法当局の人々と相談して有力な容疑者を捉えてしかも直接証拠の上がらぬ場合には法医学教室へ連れてきて死体を見せ呼吸系脈拍系を持って生理的の反応を調べることにいたしましたすると果たしてこの方法はある程度まで成功しました ことに有力な容疑者が2人ある場合には明らかに真犯人を区別することができましたけれど反応が明らかに現れただけではそれをもって直接証拠とすることができずやはり自白を待たねば罪を決定することができませんところが私の予期に反して 死体を見せただけで自白した真犯人は一人もありませんでした。さらにまたすこぶるもの足らなかったのは真犯人でありながら死体を見ても心臓運動や呼吸運動に少しの変化も現れぬものもあったことです。要するに死体を見せるという方法は 私の望んでいる効果を上げることができなかったわけです。3そこで私は第2の方法として容疑者を法医学教室へ連れてきてその目の前で死体解剖を行ってみせたならばおそらく初期の結果を得るだろうと考えました。 どうせ人を殺すほどの人間ですから解剖を見たぐらいびくともすまいと考えられるのが普通ですけれど人を殺す場合には多くは精神が異常に興奮していわば夢中になりやすく教皇の後一旦平静に帰った時はたとえ計り知れぬ憎悪のために殺したのであるとしても完全で被害者の内臓をさらけ出されては 恐怖のために自白するに違いないと考えたのであります。果たしてこの方法によって23の容疑者を自白させることができました。60歳になる氷菓子を殺した32歳の大工は氷菓子の頭蓋骨がノコギリで引き割られる時私の手にすがって どうかやめてください私が殺しましまた」と白状しましたまた上婦を殺した人形製造所の職工は雪のように白い女の腹部が縦一文字に切り裂かれた時やはり私の手に捕まってもうたくさんです私が殺しました 早くあちらへ連れていってください。と声震わせて叫びましたところが頑固な犯人たちはどんな残酷な解剖のありさまを見せつけられてもびくともせず中には君の悪い笑いを漏らしてさもさも被害者の解剖されるのを喜ぶかのような表情をする者さえありました そういう人間に接すると私は少なからず焦燥を感じて何とかして苦しめてやる方法はないものかとむやみに死体に塔を入れたのでありましたしかし白状しないものはどうにも致し方がありませんこの上はただもっと有効な方法を工夫するよりほかはないと思いました 熟考の結果私はついに第3の方法を暗出することができましたそれは何であるかと申しますと犯人の目の前で死体を解剖しその小腸を切り出してそれを全動させることなのですご承知かもしれませんが人間の心臓や腸は その人の死んだ後でもこれを適当な条件のもとに置くときは生前と同じようにその特有な運動を始めるものです心臓については実に死後20時間後に置いてもそれを切り出して動き出させることができたという記録があります腸についてのレコードを私は存じませんでしたが 少なくとも心臓と同じくらいのレコードは作りうると考えました。じめ私は心臓を切り出してこれを犯人の目の前で動かせてみせようかとも考えましたが心臓を生き返らせる装置は腸のそれに比してはるかに複雑ですから私の目的を達するには不便だと思って腸を選ぶことにしました。 ことに腸管は一見蛇のように見えその運動も蛇ビが緩やかに動くように見えますから犯人にとってはかなりに強い恐怖を与え自白せしめることができるだろうと予測しましたまず私は実験によって死後何時間までぐらいの腸を生き返らせることができるかを定めようとしました。 すると多数の実験の結果やはり死後20時間までの腸ならば例外なく動き出させることができるという確信を得ました通常切り出した腸について生理学実験を行うときには切り出すべき腸管の長さは5寸ぐらいでありますが私のは目的が目的ですから少なくとも1尺5寸くらいを切り出すことに決めました 生理学実験の際には直径78寸高さ1尺ぐらいの一旦に底のある円形のガラスの容器にさらに腸の入るくらいのガラスの容器を装置しその中に大浪土脂液と称する透明の液を入れ腸管の両端を糸で縛って液中に縦に浮遊せしめて 下端を器の底に固定し上端を糸でつり上げ糸の先にてこをつけ腸の運動をてこに伝わらしめてこれを曲線にかかしめるのですが私の方法はそれと違って大きい方のガラスに直接大ード紙液を入れ切り出した腸管の両端を糸で縛り 上端だけを糸で釣り上げて容器の中に浮遊せしめることにしたのですそうして大ド土液を37度内外に保つために下から分前ガス灯によって温めなお酸素を通ずるためにガラス管を液の中に入れました生林学の実験では切り出した腸管全部を液の中に浸しますが私は 糸で釣り上げた一端を三四寸空気の中に出し持って腸の運動の印象を深から締めようとしました。仮に腸をウナギに例えるならば頭を糸で釣って胸まで空中に出しそれ以下を液の中へ沈めるのです。 もっとも切り出した蝶はうなぎの色とは違って全体が薄白くそれがミミズのようにしかも極めてゆるく動くのですから慣れないもの,の目にはかなりに気味の悪い印象を与えますしかも死んだ人の蝶がいわば生き返るのですから 殺人犯人によっては殺された本人が生き返ると同じようなショックを与えるであろうと私は思いました。すると果たして私はこの方法によってかなりに頑固な犯人を数人白状せしめることができました。恋の遺恨で芳買を殺した電気会社の職工は 死体が解剖される間はニヤニヤ笑ってみていましたがやがて私が腸を取り出して例の装置に結びつけますと急にその笑いを失い目を大きく開いて蛇のような臓器を見つめましたがしばらく過ぎて腸がピクリピクリと動きかけると 彼は額の上に汗の玉を並べ始めました。とその時長官が急にくるりと駅の中で一回転したのです。<笑>,<笑>,笑いとも恐怖とも何とも判断のつきかねる声を発したかと思うとみるみるうちに。 彼は顔色を土のようにしてその場にうずくまってしまいましたそれから彼は長い間言葉を発することができませんでしたが言葉を発するやいなやその罪状を逐一白状してしまいましたある時はまた次のような異常な場面もありましたそれは ある金持ちの老婆の家に強盗に入って老婆を惨殺した四十五六の目のくぼんだ貫骨の著しく出張った男でしたが解剖の行われる間彼はマスクのような顔をして呼吸一つさえ変えずに柱のように突っ立っておりました私は心の中で そんなに何食わぬ顔をしていたとて無駄だよ。今にびっくりさせられるから覚悟をするがよい。とつぶやきながら、例のごとく腸を切り出してガラスに取り付けました。とその時、今まで無表情であったその目に、案のごとく好気の色が現れました。解剖室の中には、 白い手術服を着た私と助手と小遣いその他に司法官と警官が1人ずつ容疑者を加えて都合6人おりますが決して口を利かぬことにしてありますから辺りはシーンとしていて音のない腸の運動が聞こえはすまいかと思われるほどの静かさです人々は一斉に長官を見つめました やがて腸は軽く動きだしおよそ10回ぐらい伸縮を繰り返したと思う時どうしたわけかつるしてあった糸がぽっつり切れて腸の上端がガラスの容器の縁にひょいと乗りかかりましたちょうどその方向が容疑者の真正面にあたりましたので あだかも一匹の白蛇が彼に向かって飛びかかるかのように見えたのですあっという間もなく彼は蝶の入ったガラスをめがけて突きかかりましたガラスの割れる音がして水が辺りに飛び散りましたその時私は蝶が床の上に見つからなかったのでどこへ行ったかと思って見回すと 彼の首筋の後ろの襟の間にトグロを巻いて乗っていました。男は悲鳴を発し、両手を後ろの方に上げて取り除こうとしましたが、つかみ方が間違ったので、ちょうど腸を持って首を巻こうとするような動作を行いました。うーんと、 腹の中から絞り出すような声を出したかと思うと、どたりと倒れて、後頭部で腸管を圧縮砕き、およそ2時間余りは息を吹き返しませんでした。無論、後に彼は犯人であることを自白しましたが、彼が倒れてから間もなく、口から血の泡を吹き出して、 それが老婆の蝶の上に流れかかったありさまにはさすがの司法官たちも顔を背けましたしかし私は真犯人がこのくらい苦しむのは当然のことだと思いましたできるならば私はもっともっと激しいショックを与えて犯人を苦しませてやりたいと思いました昔の拷問は 一種の刑罰法とみなすべきものでして犯人を苦しませるには誠に良い方法ですがもっとも主として肉体的の苦しみを与えるだけですから物足りませんけれど犯人でない者までが時として同じように苦しみますからそれは拷問の最大欠点です。 バーンス探偵のサードデグリーは精神的拷問ですからすこぶる興味がありますがこれは主として尋問によるものでしてやむを得ずいわゆるカマをかけねばならずそれによって幾分か無この人をも苦しめる欠点がありますしかるに私の考案した長官拷問法は 犯人でないものにはんの苦痛も与えませ初めから終わりまで沈黙のうちにことを行うのですから人体解剖を見慣れぬ人には多少の刺激を与えるかもしれませんが多くの場合十中八九まで真犯人らしいと思われるものに対して行われるのですから精神的拷問法としてはまずまず理想に近いものだと思いました。 沈黙というのは尋問よりもかえって恐ろしいものです。罪を持った者が囚人の沈黙の中でしかも自分の殺した死体と一緒に置かれるということは非常な恐怖を感じずにはおられません。その上その死体が解剖され長官が切り出されて生き返らしめられるのですから。 大抵の犯人は白状するわけです。実際、数例に施して一度の失敗もなかったのでしたから、私は長官拷問法にかなりに興味を持ち、これを行っては人知れず愉快を覚えておったのであります。ところが、世の中には上には上のあるものです。ついに、 この長官拷問法も何の役にもも、ない人間ににたたいししましたその人間がつまり私の左の方のあざを作ったのでしてそれ以後私は長官拷問法をはじめその他の医学的拷問法を一時中止することにいたしました。 4長官拷問法に対して平気の平左衛門でいた人間というのは30前後の男でした彼は左の方に先天的にできたらしい大きなあざがありましたそのあざは黒くてむしろ漆黒と言ってよいほどでありました最大径は4寸ぐらいあって その形は蝶々といえば優しいですがむしろ徳川の羽を広げたと言った方が適当に思われましたご承知の通り体に何らかの肉体的異常を持つ者は男でも女でも幼い一文から一種のひがみを持ちだんだん犯罪性を増していくもので極端になると殺人狂になり終わります それはつまり、人間全体に対して、一種の激しい憎悪を感ずるからであります。かような男が青春の頃になりますと、性的の刺激を受けて、女子に対して、一種の反抗心を持つに至ります。そして、一旦女子を恋して、その恋が受け入れられると、今度は女子を熱愛し、その代わりに 激しい、むしろ病的と言ってよいくらいの嫉妬心を起こしますそれがためいろいろの邪推を起こしてついには女を殺しますそして殺したあとに邪推だったということがわかると開墾の念もまた甚だしいのですさおのオセロをご承知でしょう オセローはイアゴーの残言によって妻デズデモーナを殺しますが後に邪水に過ぎなかったことがわかると開墾のあまり自殺しましたもっとも殺人狂にまでなった者はたとえ嫉妬によって人を殺し邪水であったと分かったとしてもオセローのように後悔しないのですがそれほど強い犯罪性のない者には 多少の開墾の開念はは残っているはずです私の今申し上げている男は後に発狂してしまって彼が殺人罪を犯すに至ったいや厳密に言えば殺人を果たして彼が行ったかどうかさえ分からぬのですがその心的経路を知るによしありませんけれど周囲の事情から察して おそらく嫉妬のために殺人を行い、開墾のあまりに発狂したと見るべきでして、しかも、環境に白状することを拒み通したのであります。その男が何という名でどこに生まれたものであるかということは、今もって分かりません。殺された女は、ある人の目かけで、 女中がその家に雇われたのは半年ほど前でめかけになった女も女中の来る1週間前からそこに家を持ったのだそうで女中は女がその以前どこに住まって何をしていたのか少しも知りませんそうでした凶行のあった日の夕方 男が初めて女の家を訪ねたそうです女中はその男を見た時左の方にあるあざのために恐ろしい感じがしたそうですすると女は男を出迎えてさもさも驚いたような顔をして「まあしげさんあんた生きていたの?」と申したそうですしげさんであったか常さんであったか 女中ははっきり覚えていないと申したそうですそれに対して男が何か言ったそうですがよく聞き取れなかったということですとりあえず女は男を奥の座敷に障子入れしきりに密談していたがやがて女は女中をお湯に行かせ付近の料理屋で二人前の料理を取ってくるよう命じたそうです それから女中が帰ってくるまでにおよそ1時間かかったそうです。4月末のこととてもうその頃はすっかり夜になっておりましたが家の中が静まり帰っていたので不審に思って奥の座敷の襖を開けてみると女は首に手ぬぐいを巻かれて仰向けに死んでいたそうです。 女中は夢中になって交番に駆けつけ男の左の方にあざのあることと着ていた着物のしまがらとを話したので直ちに非常線が張られその夜の10時頃男は上野駅で逮捕されたのだそうです彼は直ちに警察に降印されとりあえず女中を呼んでみせるとこの人に間違いないと証言したそうですところが 彼は何を尋ねても知らぬと言い張り、そんな女の家を尋ねたこともなければ、この女中も見たことがないと申したそうです。強行に使用された手拭いは被害者のものであるし、現場には指紋が残っていないし、そのほか何一つ直接証拠となるものがなかったので、警察でも非常にもて余したそうです。生命を尋ねてもでたらめを言うだけで、 小国や年齢を尋ねても口をつぐんで言わなかったそうですとりあえず彼の指紋を取ってもしや前科者ではないかと警視庁で調べても指紋台帳に同じ指紋を発見することができなかったそうですそれから衣服の人外や耳垢まで顕微鏡的に検査されたのですけれどやはり無駄に終わったそうですで要するに 唯一の証拠は女中の検証だけだったのですしかし検証というものは直接証拠となりえません女中が着物のしまがらさえ記憶していてそれによって男が逮捕されたのですから女中の検証は間違いないはずですけれど 偶然同じ着物を着て同じあざを持った者がこの世の中にもう一人ないとは限りませんまた仮にその男が女の家へ訪ねてきたとしても必ずしも犯人だとは言われません警察では女の旦那を調べたそうですが疑いを入れるべき余地はなかったそうですから まずまずその男が犯人たることは誰にも考えられますことに身に覚えのないものならばたとえどんな事情があるにしろ女を訪ねたことまで否定しないだろうと思われますいずれにしても男が有力な容疑者であることは争われませんでしたそれにもかかわらず直接証拠がないために 彼を罪に陥れることができませんすなわち男が自白しない限りは彼を罰することができないのですで検事は私に被害者の解剖を依頼すると同時に例の方法をやってくれぬかと申しました私は以上の事情を聞いて あ,ざのあるその男が嫉妬のために女を殺したのであろうと推定し朝刊拷問法を試みることにいたしました明くる朝教室へ運ばれ解剖台上に裸にして仰向けに乗せられたのは漆黒のふさふさとした髪を持った色の白い面長の鼻筋のよく通った2 4 4後の女でした

女中の言葉とよく一致ししておりました。私は一応検診を終わって死体を白布にて覆い長官を運動させる準備をしてのち容疑者の入ってくるのを待ち構えていましたほどなく問題の男は検事と警官とに挟まれて解剖室へ入ってきました私は男の顔を見て これは容易ならぬ敵だと思いました。徳川のようなあざが彼の顔をして一層凶悪の表情を拝めておりました。その時私はなんとなく長官拷問法が功を奏しないような予感がすると同時にこの男のあのあざを利用したならば長官拷問法よりももっもっと と激しい恐怖を与えることができると思いましたので長官拷問法が成功しない時の予備として助手に耳打ちしてその頃教室で眼臭発生の研究に使用していたコールタールの小瓶とそれを塗る短い筆等を取ってきておくように告げました。いつもの通り。 容疑者を加えて私たち6人は無言の行を始めました男ははじめ検事に何か言われるであろうと予期していたらしく検事のむっつりとした顔を不審そうに見つめましたしかし検事は何も言わなかったので彼は解剖台を眺めて解剖台から一間半ほどへたたったところに立ちました 警官は警戒のために入り口のドアのところに立ち検事は男の左側に立ちました私は男と相向き合いの位置に解剖台の右側に立って死体を覆った白布をさっと取り除き女の顔を男の方に向けました男はその時1つ2つまばたきをいたしました しかし少しもその顔色を変えませんでした私は今にだんだん恐怖を増していくであろうところの彼の心を想像しながらまず胸にメスを当て皮膚脂肪層筋肉層を開き肋骨を特殊のハサミで切り破り胸に穴を開けて心脳をさらけ出し 次でそれを切り開いて心臓を取り出しました取り出した心臓はこれを左の手のひらに受けスースーと2度メスを入れましたその時男の左の方の筋肉がピリッと動きましたので漆黒のドグがはあたかも羽ばたきするように見えました しかし男の顔色には何の変化もありませんでした。それから肺臓の解剖に移りましたが、肺臓には明らかに窒息の兆候が現れておりました。通常、法医学解剖の際には、執刀者が初見を口述して助手がこれを筆記するのですが、この長官拷問法の行われる際には、 私は無言で特殊の変化のある部分を指さし助手が私の示すところを見て記載することにしておりましたのでメスを台上に置く金属製の響きと助手が首にかけた筆記板の上を走らせる鉛筆の音ばかりが静かな空気を占領しました解剖室のすりガラスには日が当たって 室内はマグネシウムの光で照らされた夜の墓場のように明るく血のついた皮膚が気味の悪いような白さに輝きました1匹のまださなぎから出たばかりであるらしいハエがすりガラスにぶつかっては弱い羽音を立てておりましたその時私は 女の黒髪をかき分けて耳から耳に頭上を横断してメスを入れましたそれから皮膚を剥がして骨を表しノコギリを持ってゴシゴシ頭蓋骨を引き始めました男はそれを見て半歩ほど後ろにのき垂れた両手の先を2度握ったり伸ばしたりしました しかしやっぱり顔色を変えませんでした次で私は脳を取り出して特別の台に乗せメスを入れましたがもはや彼の体には何の変化も認められませんでしたいよいよ私は腹部を解剖することにしました円形のドームを見るような女の腹にメスを入れた時 男の頸部前面に出てくるいわゆる喉仏が一度上下いたしましたこれを見た私は幾分か彼の心を動かし得たことを思って愉悦を感じましたもし私の推定するごとく嫉妬のために行われた殺人であるとすれば 女の妊娠中の腹が解剖されることはかなりに男の心を旋律せしめるであろうと思いました。腹壁を開くと言うまでもなく大きな子宮壁が現れました。私はしかしながら子宮壁には手をつけずまず小腸を例のごとく一尺五寸ほど切り出しその両端を糸で縛り 解剖台の左側に置かれた長官固定装置のところへ運んでそれをつり下げました分前島の火が見ようによってはその長官を煮るためではないかと思わせます男は少しくその目を輝かせて長官を見つめましたがその時彼は右手を上げてその額をひとなでいたしました やがて長官がその特有なぜんを始めると男の衣服が肩先から裾まで少しばかりではあるが確かに一種の波動を起こしました私はじっと彼を見つめました彼の額に初めて小粒の汗がにじみ出しましたしかし彼は何事も言いませんでした 私は今にもその唇から悲鳴が漏れいずるかと思いましたが彼は何とも言いませんでした彼の方はいくぶんか赤みをおんで出たがる言葉を無理に押さえつけているかのようでしたがやはり唇を動かしませんでした私の予感は当たりました予期したこととは言いながら私は失望しました それと同時に私はいよいよ私が彼のあざを見て計画した最後の手段を講ずべきだと思いましたそこで私は男に気づかれぬようにコールタールの小瓶と短い筆とを焼酎に握り今までと反対の側に立ちましたすなわち男と解剖台との中間に立ち

胎児は正常の位置すなわち頭部を足の方に向けて顔の左側を上にして横たわっておりました私はへその緒を切って胎児を取り出し男に見えぬよう手前の方に近く寄せました胎児は男性でした私は手早く胎児の左の頭をガーゼで拭い 密かにコールタールを筆の先につけそこに男のあざと同じ位置に毒がに似せた形を描きました幸いに男はそれを気づかなかった様子です私は漆黒のあざを左の方に持った胎児の脇の下を両手に捧げくるりと一回転して そのあざが男の真正面になるように差し出しました。胎児と男の距離はおよそ3尺でした。男はこの突然な私の動作にさすがに面食らって、はじめは私の差し出したものが何であるかを判断しかねているようですが。しばらくすると、彼の目は胎児のあざに集中されました。 無ろん男には自然にできたあざと見えたでしょうその目に初めて激しい恐怖の色が現れました呼吸が急に大きくなり同時に上体を後ろに曲げて危うくよろけようといたしましたがその時世にも恐ろしいうなり声を発してパッと と私はその時彼が胎児を奪うつもりかと思って伸ばした腕をつと引きましたがその途端石のような男の拳が空間をうなって私の左の方に当たったかと思うと私は人事不正に陥って胎児をささげたまま。 解剖室に倒れてしまいました。その時にできたのがこのあざです。男はそのまま発狂して今は精神病院におります。しかし彼はついに女殺しの犯人であることを自白しませんでした。コールタールでできたあざはむろん退治とともに消滅しましたが。 私のあざはその後消えませんし、無論、男のあざも消えるはずはありません。で、私は、この残された2つのあざが消えるまで、私の考案した法医学的拷問法を中止することにいたしました。